はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。みき様、おしよし様、どんこう様、吉仙太郎様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。5月4日、メール党員懇親会、定数まで残りわずかとなりました。ご応募、お早めによろしくお願いします。日本政府、感染症のデマ対策として、SNS などの事業者に投稿削除要請ができるように法改正する方針だそうであります。今まではですね、法的根拠がなかった。政府が直接ですね、ツイッターなんかの事業者にですね、削除してくれ、要請する法的根拠がなかったと。未知の感染症限定ではなく、常日頃からデマを常時監視を実施するそうであります。仕事できましたね。監視部署ができるんでしょうね、これ。強制力や罰則は今のところ含まれていないそうであります。世論です。検閲来た。デマ太郎逮捕。政府が出す誤情報は誰が監視するの？デマ太郎をしっかり監視してくれ。あのワクチン推しでデマ発信してたやつのことか。ついに反ワクが排除されるのか。よっぽど都合悪いなら。科学的根拠が不確かなワクチンを接種させた人たちがいましたよね。政府の発表に疑問を持つなと言いたいのかな。政府発信の誤情報はするか。どんどん中国、北朝鮮のようになっていくと。河野デマ太郎、2億回接種で死者ゼロ。こういうデマを削除要請できるってことですかね。ワクチン担当大臣が吐いたワクチン推しの嘘、イコール日本政府自身の嘘ということで、国家賠償請求を起こされてるんでしょうが、監視する側の政府はいつも正しいって、この一言で、一時で否定されてますよね。今んとこ削除要請に強制力はないというが、ツイッタージャパンにしたって、インスタ、フェイスブックのメタ社だって、政府に言われたら拒否は難しいんじゃないの、これ。罰則はない。もう今は、で、河野太郎みたいですね、気に入らない人とか気に入らない、批判とかは、どんどんブロックするって、強力で攻撃的なやつが、政権の中枢に居座ったら、それもどうかわかんないですよね。河野太郎が人を痛めつけるのが好きなやつっていうのは、民間人の私を訴えたことからもわかりますよね。それにデジタル大臣だしね、あいつね。これにも噛んでると思いますよ。この法改正にも。監視強化。今んところ感染症関連限定なんですけど、そのうち政府がデマ認定する投稿すべてに適用しそうだな。増税メガネは削除されるようになってしまうかもしれない。増税してるくせに増税メガネって書くと削除されてしまう。デマ認定。東京福祉大など1000人規模の留学生失踪を受け、在籍管理が不十分な学校の留学生受け入れを認めないとする法務省令改正を実施しました。合わせてですね、失踪が多い研究生や聴講生、正規の学生じゃない、研究生や聴講生に留学滞在資格を与えない改正も行いました。世論です。裏でビジネス化されてるかも。こんな学校必要あるのか。大学の責任者逮捕して学校を解体しろ。イギリスみたいにルワンダ送りにしてやる。平和ボケのツッケを支払わされているんだろうな。名ばかり大学で実際は就労の斡旋だろう。偽装留学生はどんどん強制送還しないといけないよ。失踪した連中はどこで何をしているのか。2年とかの滞在期間、留学しますって留学滞在資格が切れた後は不法滞在者になるんでしょうね。なんで何千人もいなくなるまで国も大学も放置してたんだ。試験なんですけど、研究生、聴講生に滞在資格を与えない、なんちゃって留学生が減っていいっすね、これはね。在籍管理が不十分な学校。これはどこで判断するんでしょうね。失踪1000人以下なら政府とかざるやめてくれよな。在籍管理が不十分な学校認定されたら、留学生受け入れちゃダメってされちゃって、留学生だらけの東京福祉大とか一発アウトですよね。学校側が焦ってですね、欠席した留学生に電話かけまくっても、
来ないやつは来ないし、電話出ないやつは出ないし、失踪するやつは失踪するんじゃないんすかね、これ。官僚やマスゴミ退職者の再就職者先として、留学生でゾンビ学校延命、これが間違ってんですよ。これが間違ってんの。少子化止まんない。子供の数は右肩下がりなのに、学校の数だけ右肩上がりって、どう考えてもおかしいべって。企業だって学校だって、人口に合わせた数に調整していくべきなんですよ。外務省最新世論調査、結果発表。東アジアの安全保障環境は厳しさを増している。84%。中国が繰り返す尖閣周辺の領海侵入には強い姿勢で臨むべき 59%。中東情勢に関与していくべきか、関与すべき 64%。関与すべきでない 34%。外国による情報操作はある 59%。ウクライナ支援強化を支持する 42%。世論です。石油のほとんどを中東に頼ってるんだから、関与するのは当たり前。ロシアが勝ったら中国もブイブイ言うだろうから、ウクライナは無関係ではない。支援が必要なのは日本。どっちにつけとは言わないが、中東に関わりたくないなら原発増やすしかない。中国に強い姿勢で望むべき 59%。 外国による情報操作はある 59%。 この辺のあの分かってる層は、まあ一致してんでしょうね。外国による情報操作がないっつってる4割どうなってんだって、なんでって、そんなわけねえだろ。1位キムチ鍋とか言ってんだよ、バカフジは、バカフジテレビは。4割以下となったパヨ、涙目ですね。それにしてもね、5年で防衛費倍増計画も大した抵抗できてないしね。この調査の年代別回答が知りたいですね。これテレビの洗脳きつい高齢者層はまだまだあのお花畑が多そう。外国による情報操作はない、5割以上みたいな、お花畑多そう。なんて言ったってですね、あのパソコンで動画見れる65歳以上の方たったの 11%、でエリートだっちゅうのはね、これ年代によってもまた違うんだろうな。65歳以上と一括りにしても、3000万人、あ違う、3600万人今いますから、10人に3人は65歳以上になってしまいましたから、例えばあの80歳以上でパソコンで動画見れる方、まあ 0% を見て、75歳以上、3%、65歳から70歳までは30% みたいな、年齢によってばらつきはあるとは思いますけれども、65歳以上の、まあ、10人に3人、3割の方、たったの 11%。しかパソコンで動画見れないっつ、残り 89% は相変わらずね、テレビが情報源なんでしょうね。テレビで映ってることが世の中のすべて、日夜テレビがお花畑になあれ、お花畑になあれって洗脳の上書きしてんだから、思い込み強固ですよね。洗脳は基本的にですね、それを上回る時間と密度で上書き洗脳をしない限り死ぬまで解けないそうであります。70年間テレビに洗脳された人の洗脳タグの解くのは困難ですね。今まで見た累計の時間より長い、ものを見せて、映像を見せて洗脳し直さないといける、私の動画の視聴者さんのようにですね、自力で洗脳を解いた人は貴重なエリートですね。そうしてみっと、洗脳 しようとしているテレビを、毎日見せられても自力で洗脳が解けた、分かった、自力で分かった人は貴重ですわね。自民党株配当収入など資産収入のある人の、保険税を上げる検討開始。資産収入です。これ大家さんとか普通にあの税申告してますから、まあ株配当なんだろうな、狙いは。世論、保険料値上げじゃなくて保険税増税な。株で損しても減税してくれないくせに、やっぱり増税メガネだった。保険料払わず、いざとなったら10割負担の方が安かったりして。これですね、あの車の保険、車、例えばあの50台ぐらい営業車を抱えてるようなとこだと、無保険でいざとなったら何億円払った方が安上がりってなるみたいであります。無駄な延命治療は自己負担にしろ。金持ちがどんどん海外に逃げます。なんだかんだ理由つけて増税増税だな。現在でも株配当収入の
20.315% は国庫に直行で、残り8割が振り込まれます。その現金で配当くれるとかね、これをですね 25% にすっかなっていって非難合々だった。あ、増税メガネ、どうにか増税できない。だって夜も寝ないで考えた結果がですね、そういう人の保険税上げればいいってことなんでしょうね。そう言われるの嫌がってるようだけど、やることなすこと増税メガネ、なんですよ。増税メガネ、保険料払わず病気したら10割負担の方が安いかも。人によるとしか言えませんけど、保険料滞納するとですね、今は税金滞納と同じ扱い、口座封鎖や資材押収、競売、競売に限られてしまう、措置が取られるので、これは無理であります。なんて言ったって保険税ですから、保険料とか言ってるけど保険税ですからね、そっちの方が通ってきた。今日の単身です。自民党は世襲議員ばっかりと常日頃大批判している立憲民主党、衆院徳島1区に三木武夫総理、元総理の孫の高橋英さんを擁立すると発表。民主党から立憲の世襲議員なんですけれども、鳩山由紀夫、小沢一郎、岡田克也、安住淳、畑敦、畑雄一郎、菅源太郎、菅などの息子、佐藤健一郎、松本龍、現場光一郎、佐藤健一郎、あ、言ったな、鮫島宗明、松野頼久、山花育夫、小宮山、安子、近藤洋介、寺田学、石井はじめ、佐藤寛寿、加野道彦、中井博史、浜栗玉木和也、横道隆弘、川端達夫、赤松博隆、皇帝駅、小平忠政、古賀和成、佐々木秀則、田中圭秀、堀米郁夫、石田克行などなど、まだまだいっぱいいます。まだまだいるんですよ。これで全部じゃない。我が身を顧みず他者を批判し、お前が言うなって言われるまでがパヨの仕様。まるで8時45分に印籠が出てくるみたいなお決まり、お約束、鏡ないのかって言われるゆえん、バカで幼稚じゃないとパヨってられない根拠ですね。パヨ、あ、バカで幼稚って断言できる根拠です。社民党副代表大椿優子、帰化すればいいのにというのは差別発言。これに対して帰化すればいいのにって返しが多数ありました。相変わらず何でもかんでも差別で乗り切ろうと思ってるバカなんですね、この人ね。小さい会場の限られた人数での発言ならそれで乗り切れてたかもしれないが、あ、こっちに好意的な人ばっか集まってるような会場での発言だったらそうだそうだってなるかもしれないですけど、今はね、投稿を見た何万人何十万人の中から賢い人がそれはおかしいってツッコミ入れてくるんだから、変な論理と嘘で騙すの無理なんですよ。帰化できないのはですね、前科があるとか活動家だったとかの分けありなんでしょう。どうせ善良な外国人って思われてないからでしょ。社民党は犯罪者と活動家の味方っていうか仲間っていうかね。衆院補選東京15区立憲擁立のジェンダー女、酒井夏実候補の応援演説に共産小池晃、野田元総理、宇都宮健児の豪華メンバーが駆けつけました。オール左翼の大応援ですね。本気度がすごいな。江東区の皆様、ちゃんと分かってる飯山明候補が一番いいですからね。残りの人は何をしたいかよくわからん、抽象的な政策ばっかり、きっと存在もふわっとした抽象的なんでしょうね。日本クルド文化協会、川口で治安パトロールと清掃活動を始める。なんかうろついてるみたいで空き巣の下見じゃねえのかって疑わしいところですけど、日本クルド文化協会は
トルコ政府にテロ支援団体認定されて、トルコ国内の資産没収、口座凍結、などをされたとこです。山口組なんかも炊き出しや子供にプレゼントとかやってるしね、風当たり強くなって慌ててやってるんでしょうけど、ここまでイメージ悪くなったんだから、もうどうしようもね、遅いよね。女子中学生襲って、で、日本人死ねっつって向こうから強制を拒否してんだから、もう遅いよね。パトロールだって、空き巣の下見してんだねえのかって言われてもしゃあないもんねなんて言ってたら訴えられたりしてね、私のどうも訴えられやすい体質みたいなんでよくわかんないですけどね。というわけで、メール党員懇親会、締め切り間近であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。